ここは東京都清瀬市にある清瀬宝井幼稚園です。今日は2013年2月3日日曜日ですけれども、たくさんの子どもたちが幼稚園に来ています。今日は作品展なんですね。お父さんお母さんも来ています。清瀬宝井幼稚園です。園庭ではお茶や豚汁のサービスもあります。ここに来るのは10年ぶりだな。宝号もそのままあります。ぐるーっと回ってみましょうか。年長さんの部屋があって、この青い建物は日本郵船が作ったコンテナ、郵船のコンテナを利用したプールですよ。日本で最初に作られたのがこの清瀬宝幼稚園のコンテナプール。コンテナプールの日本で最初ってことね。今も健在です。プールとして使われています。この大きな赤い屋根の建物、これがホールです。天井が高くなっています。豚汁が売られています。いい匂いがしてます。いつもなんか笑ってて、ちゃっとなってるから。可愛い写真だった。いい匂いがしています。やめてね。こんにちは。豚汁2つ。豚汁2つ、はい、みおちゃん、こんにちは。豚汁です。お母さんが作ってるんですか？はい、先生たちで。あ、先生、先生ですか？はい、そうなんです。はい、先生たちが作ってる豚汁ですよ。コーヒー、紅茶も売っています。50円。やっぱりでも豚汁の方が人気がある。ここで豚汁を皆さん食べてます。テーブルがあって食べてます。これは確か民合組二州園児教室の建物ですね。清瀬宝幼稚園の作品展の様子でした。作品展の園庭の様子でした。作品を見て豚汁を食べて帰るという形でございました。